登場していただきたいと思います。どうも初めまして、こんにちは。初めまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、すごいですね、この周りが、はい、もうすごい、あの動画とか動いてますね。周りが動いちゃってますけど、はい、YouTube とか上げちゃったりしますか。しますか。ありがとうございます。もう下手なこと言えないですけどね。そうですね。頑張りましょう。ということで、サオリアットデスティニー、今日ライブ終えたばっかりということで、はい、どうでしたか、大阪のライブは。もう大阪でライブするのが2年ぶりぐらいだったんですけど、ライブ結構じゃあ空いて、はい、ね、だからすごい嬉しかったし、すごい嬉しかったし、はい、あの大阪で来てくれた人が久しぶりに会えたりとか、すごい楽しかったですね。なるほど、はい、まあ普段は結構東京とかで、そうですね、ライブは東京ばっかりで、東京に行って、はい、久しぶりの大阪ということで、はい、今日ライブ終えたばかりなんですけども、皆さん行かれました？皆さん行っても、ね、バッチリ行った後に来てくれてるということですけども、2007年12月マイボーイで、インディーズデビューしてですね、現在活動を至っているんですけど、今サオリアットデスティニー自体は音楽活動を始めてどのぐらい経つのでしょうか？本当にこの2007年、もう3年、はい、まだ3年、まだ3年、もう3年、4年目を迎えているわけなんですけども、はい、このタワーレコードのチャートで、2008年のですね、ベスト50に、31位にチャートインしたという、ことがですね、まあ、今あの曲もね、もちろんあのいろんなところで販売されていると思うんですけども、もちろんホームページもあったり、はい、あります。ブログとかも、ブログもツイッターもやってます。ツイッターもやってる、はい、どんなことつぶやいてるんですか？例えば、はい、ファンの皆さんもね、もちろん見てあると思うんですけども、はい、なんかね、難しくてですね、はい、何をつぶやいたらいいのか分からなくてなんかたまにつぶやくんですけど、うん、最近つぶやいた一番のあれは何ですか？あれ、いや、あのツイートは、ツイート、あ、はい、ついさきですか？はい、ついさき、今日はありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。つぶやきました。はい、もう本当にね、もうあのさっきね、いろいろ話をしたいなと思うんですけども、まず、はい、サオリアットデスティニーの音をね、はい、ここで皆さんに聞いていただきたいなと思いますけども、はい、今日もライブで披露した曲でしょうか。はい、じゃあサオリアットデスティニーからですね、曲紹介をお願いします。はい、それでは聴いてください。サオリアットデスティニーで I Can't。 来た。Oh,
んだ。アイキャントでした。アイキャント。